J1 ベガルタ仙台 MF の津田学と23が、2018日のホーム、大宮戦、午後2時、ユアスタって、2年連続弾を狙う。17日は仙台市内で行われたミニゲームで、前線で積極的な攻撃を見せた。8月に仙台に加入し、9試合で3得点。チームのみんなにサポートしてもらっている。結果で恩返ししたいですね。自分が結果を出して、チームを助けたい、と、ゴール量産に意欲を見せた。大宮戦は新潟時代の昨季7月23日、201、アウェーで 1-1 の後半23分に決勝ゴールを決めた。しかし今季、清水でプレーしていた5月24日のルヴァン杯予選では、アウェーでフル出場も 0-4 で大敗。それでも、今年はルヴァンで 0-4 で負けてますけど、悪いイメージはない、と、リベンジに自信を見せた。